それではこちらのタイトルで、藤田医科大学の寺本が報告させていただきます。私は藤田医科大学に勤務しておりまして、この大学は愛知県豊明市にございます。山岳部、あります、医療、大学になりまして、付属の大学病院では、ニュース等でご覧になられたと思いますが、クルーズ船の乗客の受け入れや、あと治療薬の評価等を、積極的に行っております。私は大学の中の医療科学部に勤務しておりまして、主に工学系の科目を担当しております。研究室ではですね、18名のスタッフで人工知能の医療応用に関する研究を進めております。本学の遠隔事業に関する経緯としましては、こちらのようになりまして、3月25日に急にですね、4月1日から遠隔事業を開始せよとの指示がありました。それからいろんな取り組みをしまして、1日になんとか在校生に関して遠隔事業を全ての講義にて開始をいたしました。その後ですね、愛知県はかなり状況が悪化してきまして、12日の入学式は中止、13日には緊急事態宣言が出されましたので、学生の立ち入りが禁止となりました。1年生に関しましては、オンラインでのガイダンスを今週終わりまし、来週終わりまして、5月の7日から遠隔授業を始めます。もうすでに皆様の発表によって、インフラであるとか、いろんなシステム上のお話をされていると思いますので、私はですね、これから授業を始められる方、多いと思いますので、私がですね、一教員として、どのように遠隔授業を垂直立ち上げて始めたかということについて、ご紹介させていただきます。4月から開始した私の授業科目ですが、こちらのようになっております。板書で行う授業が1科目、スライドで行う授業が2科目となっております。大学側の、用意してくれているインフラなんですが、LMS としては、Moodle が以前より稼働しておりまして、資料配信やレポート提出などが、以前よりできるようになっております。授業配信につきましては、Teams を使うということに決まりました。この Teams の環境、すべての教員が持っているわけではありませんので、大学の中に複数の配信ブースを、スモールグループの教育室を使いまして、マイク、コンピューター、あと大型モニター等を設置してくれております。私のようにですね、教員の教室から配信している教員も多くて、この右下のようにですね、これは私の環境ですけども、マイクやカメラ、あとペンタブレットなどを用意して授業をしております。学生については、1、2年生は入学時に全員サーフェスプロと電子ペンを購入しております。3、4年生はそういった指定をしておりませんので、バラバラの機種を持っているという状況です。また、ネット環境はやはりバラバラですので、個別にネット環境をですね、教職員から聴取したり、あるいは回線を太くするような交渉をしまして、なんとか全員が遠隔授業できるようになりました。こちらがですね、私が1回の授業をするときに行っている作業となります。まずですね、前日までに講義資料を Moodle 上にアップロードします。当日、時間になりましたら、学生たちは Moodle で出席を取ります。その後、Teams に入ってきまして、講義を始めます。ただですね、時間通りになかなか全員が集まらない、いろいろアプリを切り替えたり、作業がありますので、なかなか入ってこれないということもございますので、5分ほど待って講義を始めています。同時にですね、レコーディングもして後で利用します。講義の終わりには Google フォームによって毎回アンケートを実施いたします。これは最初の Moodle での出欠のベリファイとして利用しています。講義後ですね、レコーディングの結果が上がってきますので、それを編集してですね、トリミングとかクロップをして、編集した形で Moodle にアップロードするというのが1コマの作業になります。私がやっている中のスライドによる講義ですけども、従前よりですね、穴埋めスライドを利用しておりまして、このオンライン化に合わせて PDF にして配布することにしました。1、2年生は Surface を持っていますので、PDF にペンでメモを記入できます。3、4年生はそういう施設がありませんので、PDF を提供して、ダウンロードして、印刷をして書き込んでもらう、あるいは紙資料を大学に置いておいて、それを取っていってもらうということで対応しました。
一方のですね、板書による講義が非常に悩んだんですが、私の場合ですね、字を書くのが非常に、下手で遅くてですね、なおかつ、おじさんがですね、ずっと板書しているのを学生たちが動画で見るっていうのもちょっと辛いなと思いまして、私の場合はですね、講義ノートを作っておりましたので、講義ノートをスキャンして、パワーポイントのスライドに貼り付けております。これをですね、学生たちが見ながらノートを取ると。で、書き取りのタイミングがわからないので、書き取りが終わったらですね、学生に指名しておいて、Teams のチャット欄で答えてもらうということをしております。このようにノートを作っておくと、対面授業に変わった後も継続できますし、最終的にはこの講義ノートを評価に利用していきたいと考えております。講義後のアンケートは Google フォームで実施しております。このような内容を聞き取りまして、次の時間の初めにフィードバックをするという形で対応しています。研究室のミーティングに関しましては、講義ではありませんけども、これはいろんなツールを使いながら、学生にも慣れてもらいながら、週2回ゼミを実施しております。学生はワードやパワーポイントで進捗状況を報告するということでディスカッションをします。個別指導も各診療科の先生方とつなぎまして、画面共有などで1日あたりだいたい1、2名実施している状況です。人工知能の研究をしておりますので、研究室は無人ですけども、サーバーや個人用 PC に遠隔接続して計算をさせているということになります。ここまでですね、4月から1ヶ月近く講義を進めてきましたが、そこで分かった問題点や対応、これは皆さんご存知のことも多いんですが、やはり最大の課題というのは、講義中、学生側の様子が分かりづらいということにつきます。で、今もそうなんですが、私の場合は教員がですね、画面に向かって1人で話し続けるという違和感がかなりありました。ただ、これは何回かやれば慣れると思います。学生も同様で、講義中どうしても集中力が切れてしまうということで、だいたい1回の講義で10名程度、ランダムに指名して緊張感を保つということをしております。ただこれはアンケートによると少し嫌がっている学生もいるようです。あと講義中のですね、状況がなかなか分かりづらいということで、手元にですね、別の PC を置きまして、受講者として Teams にログインして状況把握するということをしております。ただ、それでも初動が遅れることがありますので、私からのお勧めとしては、不具合の発生時にすぐ連絡してくれる学生を見つけておくというのが大事かなと思います。こういう学生は非常に私にとって助けになっております。あとですね、配信側の注意としては、メール着信などの通知画面が画面に出ないようにする配慮が必要です。特に画面共有している場合は注意が必要で、その他電話線を抜いておく等の対応も必要です。受講者側につきましても、基本的には授業中はですね、カメラとマイクはオフにしてますが、映像や音声が予期せず発信される可能性がありまして、これはプライバシーの問題につながるのではないかと少し心配しております。またですね、配信中どうしてもですね、音が途切れる問題が発生するので、やはり録画しておいて後で見てもらうような算段をしておく必要があるかと思っております。あと、今、マウスカーソル見えてますでしょうか。マウスカーソルが小さくて見づらいという申し出も結構ありますので、私の場合はマウスカーソルのサイズを大きくして、モニターの解像度をですね、今 4K のモニターからかなり下げた状態で講義を実施しております。最後に、講義をやってみての感想なんですが、個人的にはですね、思った以上にうまくいっているのではというふうに、考えております。実際に対面授業がやれるまでのつなぎというぐらいのつもりで始めたんですが、まめにですね、対応していけば遠隔でも教育効果を考えた講義ができるんじゃないかというふうに考えが変わってきました。またこまめにですね、アンケートを取ってますので、昨年度よりも学生からの質問がですね、増えたように感じます。あと2番目にですね、感じたのは、やはり教職員よりも学生はですね、動画視聴に慣れているということかと思います。学生はいろんな動画サイトとかで視聴慣れています。ただしですね、好きな時に見るような動画サイトと違って、対面授業と同じ時間数を連続的に受講するのは、やはり集中力が持たないんじゃないかなという心配です。最後の今後の不安なんですが、先ほどの講演にもありましたが、定期試験は本当に実施できるのかというのが今の不安になります。
以上です。ご清聴ありがとうございました。